うっす。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越芝さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか茜も。その子たちがどうかしたの？三越芝先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。高田さんなら少し知ってるよ。三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越芝先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越芝は高田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越芝先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。嘘。三越芝先生どこ熱血させてんの？やだウケる。なるほど、それで高田さんのことをエロ女って。あの、もういいですか？高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね？話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。
どこ見てんだ。こっちだろ。ねえバカじゃないの。どういうつもり。急にバスケ部辞めるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私。でも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 って、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けて、わざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。嫌な奴らだね、あいつら。大丈夫？はい。甲田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越葉ヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。私が三越葉先生と。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日矢上さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし。でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは矢上さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも
頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げて辞めるとか格好悪いですよね。甲田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう堅いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが三越馬先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？三越馬先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな。上のフロアは3年生の教室だっけ。先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる。本当？あざーす。こっちですよ、八神さん。
わざわざお呼び立てしてすんません。三越葉先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。ここにいるみんな、三越葉先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんですけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺、袋だ。いい加減にしろよ。目がてめえ。見えねえだろ。もらった。ざけんな。え、あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。
先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。どうすか先輩、教室ですタバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい茜、他の先輩呼んでこいよ。うん、わかった。気をつけた方がいいよタバコ、先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ？なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか！どうだ？余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ！きっちり仕留めてやるよ！調子乗ってんじゃねえよ！どっからでも来な！どれ！はあ！どれ！しゃあ！どれ！どれ！Come on!
なんなんだよこいつ。こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、さよも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん、みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生は、その放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の高田が穴だって目をつけられました。みこしばは高田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。一年の後輩まで高田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。みこしばには両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ高田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには三越葉は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だと。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越葉君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからあの先生が三越葉を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。
もしもし、今週末どこ行く？ああ、それロッカーの中に。いや、右の。沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。失礼。矢上さん、彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか？あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生三越馬博。無残な他殺体となって発見された
彼のその人物像が矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越馬は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越馬くんのことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ、でもほら、ここじゃ何ですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越馬くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越馬くんを殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越馬くんが殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越馬くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。あの、何か。三越馬くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えている江原明弘です。当時三越馬くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさか。あんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越馬ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を三越馬だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが
三越葉くんを殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は三越葉にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越葉くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越葉への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越葉は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越葉は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。田代君です。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原田代君です。そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。もしもし、あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、
この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぶんよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。
しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。何見てんの。いい加減にしろよ。あの、ありがとうございました。
ったく、時間食っちゃったよ。八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど、痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも。その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですので、システムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、
結果として町での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか。もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。これでよしと。どうぞ。どれどれ、ん、なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ。その AI っていうのがやってくれんの。いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな。さて問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった、事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ、ちょっと事件の匂いがする。おほう、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。ん、絞り込めたようですな。気な臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのにはちと苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね、そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す、いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、楽しみにしてる。
難しいな。いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。ここだな。お願いします。
八神です。はい、ところで
これは。なるほど。いえ、はい、お願いします。ったく、時間食っちゃったよ。
八神さん。ああ、八神さん。まあな。ごめんなさい。ところで、つまり、要するに、いえ、実は、いえ、はあ、ええ、なるほど。ねえ、
そっか。実は、察するに、はい、そういえば、いえ、
西園。あ、おう。どの曲にしましょう。衣装を選んでください。振り付けはどうしますか。どの曲にしましょう。やるか。せーの。行くぞ。
すごいです。セガちゃん。セガちゃん、
はどの曲にしましょう。衣装は振り付けはどうしますか。今日はどの曲に衣装振り付けはどうしますか。衣装今日はどの曲にしましょう。よし、やるか。なあ、え？ああ、実はさ、どの曲にしましょう。衣装振り付けは今日はどの曲にしましょう。よし、やるか。
ああ、はい。うん、セガちゃん。頑張ってね。え？八神さん。え？はい。いらっしゃいませ。
いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。でも来な。ったく時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
結果はどうでしたか、矢上氏。ああ、無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で？ええ、例えば町の住人の雑談で取り上げられる噂、あるいはふと耳にした気になるワード、そういったネットには転がっていない生のワードをシステムに入力することでデータベースがアップデートされていきます。すると新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど、街で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。それともう一つ、事務所の掲示板に依頼が貼り出されています。貼り出されているのは我々ではちと持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか。探偵の依頼か、わかった、後で見ておくよ。いい加減にしろよ。
ったく、時間食っちゃったよ。ここだな。やばい、うたた寝てたらこんな時間。やっぱ
待て。なあ、ふん、まったく。
なあ。いや。あの、八神です。はい。
ああ。はい。
つまり。え？
ん？はい。いや、いえ。
あ、いや、
いや。ちょっと。八神さん。八神さん、